2分です。こっち、ありがとうございます。もうさっき俺たちこの先のこと忘れてますよ。はい、いきます。はい、チーズ。ありがとうございます。今日のテーマはフリーです。とりあえずフリー、とりあえずフリーで、うん、この組み合わせで。じゃあよろしくお願いします。お願いします。後ろで待機していきましょう。おいっす。次の準備していきます。これかな。あ、はい、これですかね。これですか。パッパッパッ。サンチェマイクチェックお願いしていい？サンチェスマイク。はい、オッケー。トカミ一番かな。あ、あ、あ、はい、マイクチェック、マイクチェック。です。あ、すごいなぁ。カモン、カモン。よっしゃ。10秒です。どっちを撮りたい？3、どっちを、1。FM ギノワンのパンドラの箱。さあ、今週も始まりました。ひょんなことから映像制作会社 AVIC で知り合った4人のメンバーがお届けするドタバタトークバラエティー、びっくりラジオ。この放送は毎度おなじみバナとタカミーとサンチェスの3名でお送りいたします。はい、ということで今日はヒトミンがお休みということで、うん、稽古中ですね。まだ1ヶ月、4人が揃っておりませんが、揃っておりません。はい、最瞬間制約です。最瞬間制約が提供でではないんですけど久しぶりに、3週間ぶりに私高見が喋、っております。よろしくお願いいたします。ということで、第137回5月17日のメッセージテーマはこちら。とりあえずフリーフリーフリー。とりあえずといえば〇〇です。職業選択の自由、あはは、自由にお仕事を選べたら何になる、などなど。テーマトークだけではなく、その他のメールやコメントを募集しております。7時15分頃にはスポンサー紹介、今週もお得情報や裏話が満載となっております。はい、7時50分頃からのエンディングでもリスナープレゼントやこの日の投稿の MVP を決めるびっくり賞など、最後までお楽しみが満載です。番組へのリクエスト、コメント、感想はメール avic@fmginowan.com、avic@fmginowan.com までお願いいたします。またこの放送はツイキャス、ユーストリーム、サイマル放送、リスンラディオでもお楽しみいただけます。詳しくは FM ギノワンのホームページをご覧くださいね。この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで、小回りの利く映像プロダクション、有限会社 AVIC、 片枠解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りいたします。それでは AVIC ラジオスタートでーす。79.7 メガヘルツでお送りしております AVIC の AVIC ラジオ。今週のテーマ、とりあえずフリーということで、フリー。いやー、ついにも入りまして、はい、とうとう、というか久しぶりに、3週間、最瞬間制約じゃなくて3週間ぶりに、やってきましたということで、どうですか、楽しいですか。今今ね、なんかね、久しぶりすぎて、何喋っていいかちょっとわからないですけど、それは嘘だね。それは嘘ですけど、溜まってるでしょ、3週間分
3週間分ね、なんかね、あの本当に5月最初ですね、ちょっと仕事でですね、まあいろいろありまして、あの RBC の方ではもう特番がね、5月1日龍銀で、5月3日に海王博って言って、で5月の6、7日か、に、子供の国で同様の、同様、のど自慢がありまして、ファミリー同様のど自慢、のど自慢がありまして、で今週の、その次の2週目の木曜日に黒糖の日がありまして、黒糖の日って5月10日黒糖の日で特番がありまして、でまたその週末に土曜日曜とまた特番がありまして、合計6個ありまして、6本も大変、まあ、そのうちあの担当っていうか、まあ、現場に行ったのは3つなんですけど、まあ、前後に準備とかも大変だよそれ、まあ、いろいろありますので、ちょっと行けなかったんですが、あのですね、もうだから先週見てましたよ、バナさんの小道具を使ったくだりやら、びっくりしたでしょ、ね、いやもう本当に全くラジオ向きではないという、うん、恥ずかしいとか、いや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 、よかったですよ。じゃあ今日も用意してるんですよね。あ、え、今日は用意はしてないね、ない車にはある、あるんですよね生放送中に撮りに行くというね、冒険に出るっていうわけにいかないですけどどうなんでしょうかね、はい、ということでちょっとね、メッセージにもあるんですけど、タイゴさん、あの19時の感じがしない明るさということで確かに本当にね、めっちゃ明るいよ今、7時10分弱ぐらいなんですよ、日没のが、なんでもまだまだやっぱ明るいですね、まだまだだね、今日は夕日が、ね、そうそうそう、夕日もね、すごいハッピー、めっちゃ綺麗ですよ、人見んげたら写真撮ってるな、これラジオ中に、ラジオ中にやめとけ一応確かに綺麗だけどねそうね、始まる前に撮ってほしいですけど、あ、まんまるだね、シュートさん、昨日お誕生日迎えました、24歳になりましたって、おめでとうございます、おめでとうございます、おめでとうございます、なんかなかったっけ、あ、あったけど、なんだっけ、ひとみが歌うやつなんで、あ、そっかじゃあひとみいないから高見なんか歌って、okay. ええー、Happy birthday to shoot ビラボン、 Happy birthday to shoot ビラボン、Happy birthday dear shoot to わわわわ、 Happy birthday to you ムード歌謡かってなりますけどね、いつの時代の。いやいや、いや、おめでとうございます。おめでとうございます。ひとみいたらこれに合わせてくれるかな、このテンションに。絶対ならないね。そうね。だいぶ低かったな。だいぶ何にも考えないで振られたから、だいぶ普通でしたけど、全然面白いことできなかったですけど。はい、ということで、どうですか、逆にも、5月も終わるってことで、終わるの怖くないですか。もうだから1年もう少しで2018年が半年経ちますからね、怖いね、怖いでしょ、怖いままっていうか、なんか進歩してないまま、また2018年も終わりそうですけど、ひとみもね、進歩してないまま、ひとみも忙しそうですから今 ね、はあ、早いな、あっという間だな本当に、はい、おっと、あとまあ今日のテーマ不倫じゃないですね、シュプリームさん、不倫でもいいですよ俺は、今だって正直言うと、この不倫のテーマね、もうちょっと今は旬じゃないですよね、旬、まだ旬っていうか不倫はもう常に旬でしょ常に常に旬だと困るけどね、逆にみんな不倫してんだよ、みんな、いやーまあそうだけどね、例えばどうなったの、高見が不倫してた人は、おかしいだろやってたって俺は肯定もしちゃいけないし、喋ったらいいですかここでっていうことダメでしょ、何のメリットもないよ、そうか、ないね、ダメだね、母親聞いてるからね、あ、そうだ、お母さん元気ですか息子さん今日も元気ですよ、今日も元気よく不倫してないよ、はい、パツパツですよねいつもね、どういうことよ、下半身がね、はい、ということで、まずメール読みましょうか、はい、はい、ということで俺から読みましょうか、お願いします、ラジオネーム進撃のめいちゃん、ありがとうます、ポポ、はい、ということでサンチェスさん&バナさん&高見さん3人トリオの皆さんお疲れ様ですということで、はい、久しぶりですよ登場は、番組前にメールをしているのでわからないんですがということで、しっかり後で聞かせていただきますということで、テーマフリー、はい、今日は男祭りだし機長さんもまあいないですね、機長さんいないですね、はい、本当にギリ、あの、はい、もう番組ではないってことですね番組のファンではないってことですね、はい、瞳のファン、瞳のファンです、まあ、しょうがないことですね、まあまあ、しょうがないです、はいはい、ということでフリーってことは何でも OK だよねということで、フリーで話したいのは、皆さんのストレスが溜まった時にストレス発散方法ってあったりしますか、僕の場合はお仕事休みの日は必ず飲みに行くかカラオケしています、あ、カラオケいいですね、カラオケか、
カラオケ行かないわ。行かないんですよねカラオケ、うん、カラオケ俺本当にすごいと思いますね。一人で行けるというか、シラフで行けるっていうのがもうやっぱりないですね、うん、お酒を覚えてから、うん、1回しかない俺一人カラオケ。行ったことあります？一回だけ練習とかでしょ。そう、あのずっとあの鋼鉄ジーグの歌をずっと練習で、ね、それは分かりますよ。何か漫ね、なんか漫才の、うん、お笑い芸人の人はなんか漫才の練習するためにとか分かりますけど、うんうん、いや何を鍛えばいいですか。さすがにないね俺も。ああ、でもいや、だからどっちにしろ仲いい友達、まあ、2,3 人でも、うん、なかなかきついっすね、うん、シラフだと。嘘、それは大丈夫だけど。っていうか何ですか、正直言ってこう歌ってられる2人は電目見てるわけでしょ。そうだよ。3人もしいたら次よ、この順番っていうかこの曲の並びを崩さないために、うんうん、何だろう、何歌うか。逆にプレッシャーだわけ。プレッシャーっていうか、もう次入れないといけないみたいな。いやだったら家でとか車の中でこう歌えばいいんですか。高速乗ってるってことそれは違うやん。得点を見たいんですか。得点が見たいんですか。要はどれぐらい上手いっていうか。いや、ただ単に歌いたいだけなんだよ、うん、自分の好きな歌を思いっきり大声で歌いたいってことさ、うん、まあ、俺には理解できないけどね。それをだからその残り他の人は電目を見てるわけでしょ、次何歌うかって。これはまあ、まあ、でもストレス発散なのか、それがストレス発散なのか、それを否定した。電目見るのが好きなんだよみんな。家で見れてるよね電目ね。電目買えばいいんじゃないね、別にカラオケ聞かなくてね。なんか俺苦手なんですよね、みんな喋らないじゃん。そうそう、そのこれみんなずっと歌ってるだけだから、その合コンの二次会でカラオケの選択は俺からするとないんですよ。俺は家だね。仲良くすごいお家行く。うん、どういうこと。あ、電目、夜の電目ちゃう。夜の電目いじりたいってことね。夜の電目、ね、あのそれで夜の電目だからなんでそれ、ね、夜の電目って何。えちょっと聞きたいんだけど。でも大体みんな邦楽歌うでしょ夜の電目だから邦楽なのか、まあ、たまには洋楽あんのかな、サンチェスなんて。洋楽、あ、洋楽、まあまあいいわアニソンだな。そうよ、だからそういうことですよね、うん、はい。まあ飲みに行くのはあるんじゃないですか、うんうん、飲みに行くのは分かる、ね、飲みに行くのも一人飲みはやっぱまだないな、うん、一人飲み、まあ一人飲みないね。家でも飲まないですからね、ほぼほぼ、うん、晩酌も、一人晩酌もほとんどないんでね、うん、晩酌はもうコーラに変わりましたよ僕は。ん、あ、そうですか。コーラとベビースターに。あ、健全なのかな。それでも全然 OK だけど、ね、もうお酒はあんまり飲まないんで。そうそうそう、たまにね飲みたくなるときあるんですけど、うん、今コーラですね、うん、コーラとベビースターとゴジラ。なんだろう、アメリカだな日本っぽくないですね。ゴジラを見るっていうのがね。あ、週末は確かにそんなのもいいよね、うん、そうね、ビデオ借りて家でゆっくり、うん、それが晩酌ですかね、うん、それかストレス発散で言えば給料日後に欲しかったものを一気に買うっていう、自分はそれなんですよ、ストレス発散が。ああ、で給料日2日目ぐらいにはもうお金ないんですよこれだからちょっと逆に変えてみません、給料日前 に、うん、要は余ったお金で買うがいいんじゃないですか。余ったことないよね。え、余ったことないよね浪費家ですよね。もう基本的にそのもらった給料はもう全部社会に貢献するっていうのが、まあ、俺のスタイルだから。素晴らしいことですよ、うん、だから貯金なんてないし。ああね、うん、みんなどんな人やってるんですか。貯金ですか。そう、使わないですだから貯金するために使わないっていう、それが分からない、すごいなと思う。みんなだからそれは貯金する人って基本的に、うん、要はさっきあのサンチェスに違って、うん、例えばねお金使うものがないんですよ、うん、お金に対してというか、なんか欲しいものがとか、そうそう、物に対しての、うん、なんですかね、興味じゃない、興味までいかないですけど、うん、そこまでなんだろう、ないですね。この絶対これ買いたいとか、うん、そうなんだ。だから節目節目じゃないですか。例えばだから自分とかになると、うん、もう例えば破れたりとか壊れたから買うとか、うん、故障したから買うになります。そうなんだ。そうそうそう。だから携帯とかも全然あんまり興味、最新のものに興味がないんで、うん、ちょっと。要は昔のでも別に全然変わらないじゃないですか、今の携帯。確かにまだショルダータイプだもんね。いやいやいや、古っ、でっか、星野野良じゃないわ、平野野良だ。星野野良じゃなかった、例えがもう下手くそですよ。平野さんね、はい、平野野良みたいな感じになっちゃうんですけど、はい、まあまあそれでですね、飲んで飲み仲間でストレス発散し、会社で言えない話ばかりしてますねって感じですけど、皆さんどうですかってなってますけど、逆にね、お金がない、うん、そっかそっか、お金がないよ、お金ね、ストレスね、それが。それもお金がないことが。確かに使ってそのお金、例えばそのメカゴジラとか買うやん、うん、それをずっと見て1ヶ月過ごすっていう。メカゴジラ、あ、買ったメカゴジラ、買ったメカゴジラをいじくって、背中のスイッチを押して鳴らして、それで1ヶ月間しのぐっていう。だからもう
もともとあったやつじゃなくて、だから入れ替え、なんか打ったらどうですかね。今打ってんですよ。そうです、そういうことになりますよね。もう今あのすごい俺の中でプロジェクトがあって、うん、そのフィギュアも100体200体とかいっぱいあるじゃないですか、うんうん、場所取るんですよフィギュアって、うん、でもカードって場所取らないんですよ、うんうん、カード出す、いやーカード出すドラゴンボールの、うん、だフィギュア2000体とか落ちちゃったら大変なことでしょ、うん、でもカード2000枚って言ったら、うん、まあ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 、まあ、バインダー何冊かで収まるさ、うん、そうそう、それそうで、だから今もそのフィギュアを全部売っ払って、うん、そのドラゴンボールのカード出すに変えるっていう変換作業を今してるんですよ。ちなみにそのカード出すに今どれくらい使ってますかね。大体今までこれぐらいお金使ってます。ここ2ヶ月で6万ぐらいかな。それは結構使ってますよね多分ね、うん、だってあれ1枚 100円とかでしょ。でもプレミアとかだったら普通に何千円とか万いくんじゃないですか、うん、1枚1000円のカードがあってレアの、うん、ビジュアルアドベンチャーのスペシャル弾っていうのがあるんですけど、うん、それを36枚セットで打ってたんですよ。たまたまもう完璧状態で。定価でそれなの。定価で今1枚1000円、定価は20円です。あ今1枚1000円なんですよ、うん、それをまあ、フルで買うチャンスだと思って、うん、一気にもオークションでいらないものバーって売り払って、うん、そのお金でそういうのを買うんですよ。うーん、変換作業です。まあ普通の100枚よりはレアな1枚の方が価値的にも、まあ、価値的にもいいし、欲求も満たされるって感じ、ね、満たされるし、あ、まあ、もし自分がねそう亡くなった時とかに、うん、その家族に財産として残せるかなと思って、うん、まあ、高く売れるからね。まあ俺が死んだ、ね、まあ、財産を残すなら貯金ですけどね。もう元も違うんだな、元も子もない。いやだって、いやだって売る手間もあるじゃないですか。そうそう、チョカードやん、チョカード、チョカード、チョカードだよ。何ですよチョカードって。カード貯める行為さ、貯金じゃなくチョカード。あー、そうそうそう、だって1000円は1000円でしょ。ただ、うん、1000円の価値があるお金と1000円の価値があるカードだと、うん、もまあ1000円の価値があるカードは物買えないですけどね。それを売って買えるやん。売る場所がなかったらなんだこの論争は。ほら始まったぞ。だって俺は貯金できないから、だって周り貯めるんだよ。そうそう、だってまあね、でしょ。一旦気持ち切り替えるために、うん、ちょっと収めましょう。エイビック紹介で一旦肝を冷やしましょう。そういうこと。え、はい、はい、いきましょう。ないけどね、収まらねえよ俺。はい、じゃあエイビック紹介いきましょうね、はい、今週改めてですけど、はい、ラミネート加工、ラミネーティー、はい、の紹介をしたいと思います。先週もなんか紹介してましたよね。先週は違うやつ。先々週かな、うんうんうん、ラミネートのやつ、うんうん、皆さん写真とか大事な紙、うん、資料とかそのままにしておくと何かの表紙で水に濡れちゃったりとか破れたりね、うん、があると思うんですけど、うん、ラミネート加工をすると本当に真空パックで、うん、プラスチックの板みたいなやつで挟んで熱して、うん、蓋をして守れますので、うん、もう水とか油何でも濃いですわ。これって写真もラミネートしていいんですか。うんうんうん、まあ、ありますよねたまにね、うんうん、ラミネートする写真。写真ってベタベタしてなんかくっつかない。え、古いもう20年前の写真とか、うんうん、ベタベタくっついてるんですよ。あー、わかります。アルバムにってこと。そうそう、アルバムとかに、うん、で剥がそうと思ってもベリベリってなっちゃうわけ、うん、ラミネートって剥がせるんですか。ラミネートは基本もう1回やったらもう無理ですよね。うん、無理なんですか。だと思う。ラミネートはだからそういうことになりたくないからラミネートするんじゃないですか、うん、残すために、うん、そういうアルバムとかでこういうことになこのそのまま時間経つとなっちゃうから、うん、みたいなことじゃないですか。そうそうそう、そうだよ。でサイズも名刺サイズから A3 ぐらいまでいけますね。はいはいはい、うんうん、これなんかね多分カフェとかのメニューとかね、うん、そういうとこでもよくあるやつだ。そうそうそう。で、この間サンチェスに頼まれていた、ガチャガチャの台紙ですね。台紙もラミネート加工してきました。ありがとうございます。これまたお披露目しますので後々ね、はい、ぜひぜひ。いや素晴らしいこれ、うん、ラミネート加工を、ご希望の方は ABIC の小山店合わせてまで問い合わせお願いします。お願いします。で曲いきましょうか。そうですね、はい、めいちゃんさんからのねリクエスト来てます。今日はもうこの曲じゃないですか。西城秀樹さんのヤングマン、懐かしいですね。そうですね、はい、高見はどんなのデート。いやでも実際割り込んだ。いや全部出してあげるんだ。全部だからそこは時と場合によりますね。時と場合、いやだから全部を全部出してないです。これ要は何でもかんでも出すけどみたいな。
なんか、こまごましたとか、うん、なんか、例えば、そんななんか、別に出してもらう、これをこんなのも割り勘するとか、うん、そういうものとかでもはないですけど、うん、食事とかは割り勘？いや、食事もほとんど、いやでも、一応出してはもらいますよ、うん、少しなんか完全に全部出してしまうと、うん、なんですかね、自分が本当にちゃんと、うん、まあ、今の立場的に全部出して俺破綻するんで、破綻じゃないですけど、そんな要は遊べ、そんなホテル行ってんだ、いやホテルじゃないですよねそれ破産するわヤクマかな、もううち、まあ、で、もう今だって今のやってたら無理でしょ、なんかさ、もうその例えば付き合う前の段階とかだったら全部出してあげるけど、付き合ったら俺は終わりかな、俺も付き合う前から全部出してますよ、全部出す、あ、本当に付き合う前ですよ、うん、は出してましたけど、自動車税とかも出してあげるの、鬼だよ今月いっぱいまでですよ、鬼だよな、鬼がいるよ、彼女が鬼だけど、ね、り尽くし払わせたけど何も言わなかったのかな、自動車税払ってくれるみたいな、怖っ、すごいよな、割り勘じゃないよ、そしていくらですか今、あの普通乗車って3万ぐらい、3万5000円ですか、うん、高っ、何でもかんでも取り上がって税をよ、刑は7000ぐらい、だから俺刑に変えたんですよ、かなり痛い、だからだって3万5000円だったらね、2万ちょいぐらいフィギュア買えるやん、でもやっぱり正直やっぱり、でもやっぱ乗用車乗りたいですよね、気持ち的にも、うん、本当は、いやそれは分かるんですよ、そうかな、俺大丈夫、刑で、まあその辺はね、うん、好き好きあるから、そう、なんか自分一人だったら全然刑でいいんですけど、うん、例えばそうね、まあいいか、あれは嫌だ、一人乗りのなんかミニミニの車あるさ、ああ、わかります、ぶつかったら終わりみたいな、多分終わりみたいな、あ、なんですか、ミニとかですか、もっとちっちゃい、なんかガチャガチャのカプセルにタイヤつけたみたいな、そう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 、なんかそれ車あるさ、あるあるある、一人しか乗れないやつ、うん、こんなのにタイヤがついてるみたいな、それはちょっと嫌かな、うん、ちょっと怖いってのもあるし、うん、あ、皆さんできればコインの方を、皆さん協力ください、ありがとうございます、よろしくお願いします、世の中のギノタラさん、こんばんは、はじめまして、いや、よく来ます、一人以外の皆さん相方の右の手袋が行方不明になって寂しい左の手袋です多分落ちてるな、ドローにこれ、うん、ドローに見つからないタイプね、俺絶対探しに行かないよこれ、手袋、バイク乗ってて、うん、手袋外して、うん、もう到着どっかに行ってる時に、バイク乗ってるの、バイク乗ってました、大学の時、マジ原付乗ってました、意外、言いました俺、事故って前歯折ったって、俺それ聞いてないけど、え、初めてかも、あ、じゃあその前歯って偽物のやつ、今ですか、うん、あ、この話しますじゃあ、フリーだから、うん、この人は偽物派なの、いや本物、生えてきた、半分本物で半分偽物です、前歯、どういうこと、あ、プラバンでくっつけたみたいな、プラバンもう自分でかプラバン自分ででしょ、それ絶対、じゃあ話しますよ、このフリーの時に、あ、でも、面倒くせくんだったら、あ、世の中の銀のおたるさんがラミネート加工 A1 サイズやタオルとかはできないの、タオルラミネートするの、さすがにちょっと難しい、タオルできないんすか、タオルタオル多分ラミネートしたら、空気抜く前のカッチカチの米、わかりますね、キロとかのカッチカチの米の感じでしょA1 がいけるかもしれない、だから今ここまでしかやってない、一番上のビンゴさんしか持ってないですよ、うん、俺一番下読んでいい、いやいや、前でしょ、としたら前、要は自分のメルマガ原稿送ってるじゃないですか、そっから上ですよ、今日来てる、じゃあ一旦コマーションいきますね、下今日も5月17日って今日じゃないですか、あ、本当今日だやろう、本当だ、本当だ、危ねえぞいや俺飛ばしてなったんだ、だんだん暗くなってきたな、はい、じゃあコマーションいきますね、はい、お届けしたのは西城秀樹でヤングマンでした、コマーションです、今びっくりした今この CM 中に結構大変な話よ、結構大変なんだ、あ、前ボタンと手の皮全部向けた話も、どっちなんだそれ、両方聞いたどいつも、どっちもバイク乗りながらやっちゃったことです、なんとなく想像つけたね、今引きずりながらアスファルトにガーってなんかやったの、そうそうそう、で、前歯ゴンと折ったんでしょ、それは別々、俺別々だったんですよ、あ、別で別々で、間は間日常です、日常日常、あ、日常、ただの何にもない平凡な毎日でした、その歯を折った時とそのズル向けになった時は期間が空いてたの、包茎手術したみたいになっちゃうけどズル向けって言ったけどズル向けってだってそうでしょ、いやそうだけど包茎手術した日はじゃないけど、したんだ、あと10秒です、何クリニックだっけあれ、
いや俺保険の人じゃないから、保険の人って、いや保険の人やばいの1びっくりラジオ。79.7MHz でお送りしております ABIC の ABIC ラジオ。今週のテーマとりあえずフリーとなっておりますが、皆さんお願いがあります。あと2コイン必要です。30分延長までよろしくお願いいたします。ということで、ちょっとあと5分で30分になってしまいますので、すいません。もしかしたら終わるってことですね、あと5分でそうですよ、皆さんの力が必要でございます。お願いします。ということで、じゃあメール読みましょうか。はい、ビックリネームほっぺさん、ありがとうございます。ほっぽー、皆さんこんばんは。先週はびっくり賞ありがとうございました、はい、すごく久しぶりの受賞だったのでより嬉しかった、うん、さて今週のテーマフリー。以前僕がラジオを聞いていてめちゃめちゃ感動した話を紹介したいと思います、はい、話の中心はとある一組の老夫婦。天ぷら屋を営んでいた奥さんが病気になって握力が弱くなり、以前のように仕込みができなくなってしまいました。それを不憫に思ったご主人は奥さんの手伝いをすることを決意。その手伝いとはおばあちゃんが具材を切る補助、それもおばあちゃんが具材に当てた包丁を上からトンカチで叩くだけのシンプルなもの。2人で二人羽織的な感覚で切っていくんですかね、うん、なんか難しそうですね逆に、うん、人によっては奥さんの体調を気遣うならご主人が全てやればいいのにって意見もあると思いますが、それはきっと奥さんが落ち込まないようにとのご主人としての思いやりで、奥さんがやりがいを持って営んできた天ぷら屋に何らかの形で関わらせて続けてあげたいという考えからだったのではないでしょうか。いや夫婦の絆を感じる、思い出しただけで泣けてくるお話、うん、これ今もあるんですかねこの天ぷら屋さん。多分ずっと二人羽織でやってるんじゃない。え後ろに二人羽織で二人羽織でずっと二人羽織でする人ないけどねなんで一旦ちょっと切るのかわからないけど切るんじゃない、おぶさってんだよ。おぶさるの、おぶさる、めっちゃやりづらいさ。なんか難しそうだけどね、逆にトントントンって上からトンカチでしょ。多分老夫婦二人のその夫婦の絆があってこそのタイミング、トン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 なんだろうね。トン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 なの。そうだよなるほどねでもあれかな、切るってことはでもそれ以外は全部できるんですかね。あげるとかやることいっぱいあるじゃないですか。じゃあそれも全部後ろでトンカチから。トンカチで、トンカチでめっちゃ散るさ天ぷら粉とかやるな、やるな菜箸であれあ菜箸があった何でも菜箸でやってくださいね天ぷら何でも菜箸はあいい話ですね。いい話が崩れたけどすいませんほっぺさん。あそっか、あでもいいですね、うん、はい。あとひーふーみーさん、コンティニューコーヒー、あーすいません、ありがとうございます。本当にいただきました。はい、いやありがとうございます。ありがとうございます。じゃあもう一個いきましょうか。はい行きましょう。じゃあシュプリームさんの方いきましょうかね。はい、白石さん、カリフラワーさん、ブロッコリーさん、バナさん、こん、ババだババになってるこんばんは。びっくりネーム、ウサンヌメルです。アポ、いやシュプリームさんでしょこれ。アポウサンスメルね。ウサンスメルさん、ウサンクサイさんねはいあの分かりにくいよ先週の放送後、渋谷の松本清に行ったらエロい目で僕を誘惑する瞳風のポスターが貼ってあったので、うん、化粧品選びに余念のない嫁と店員の目を盗んでキスをしておきましたので内緒で報告しておきます。もはや犯罪ですよね。あのね沖縄だからねわからないねこの報告ね、沖縄報告するからね。いやすごいな、いやわかる、すげえ。あ画像がありますけどね、貼られてる。あそうなんですよ、そうね、かわいいな。さて本日のお題は待ちに待った高翔子とそうなの、高翔子、翔子ということでメールにどんなこと書こうかと頭の中で想像を巡らせていたら、年がいもなくあっという間に、あのねダメよこれいいんですか年がいもなく、うん、あれむっつりスケベなバナさん、はいはい、まさか変なことを想像していませんでしたか。どういう意味だったんだろう。経つと言っても時間が経つのが早いという意味ですよ。なんだビンビンかなと思っちゃったよ。もうやだな高見言ったら俺かい俺に来たの、はい、さてここ数年時間が過ぎるスピードが速くなったように感じるようになり、特に楽しい時間はあっという間に過ぎてしまうように感じるのですが、うん、スタジオの皆さんは時間が過ぎるのが早いなと感じるようになったことはないですか。ではでは今宵もゆたしくです。それはありますね。もはや半年だもんね今年。そうですよ本当に。
びっくり。まあねこんな感じでね、うん、もうあっという間の時は特に早いね。あっという間に終わるんだよ人生、うん、パッとね。すごいな。ダメよ、うん、これって白石麻衣さん似てるってことかな。あでも人まあまあまあ系統は似てますよ。似てるとは思うよ系統の、うん、この写真遠くから見たらちょっとぽかったんだよな、うん、あでも俺は白石麻衣さんの方が好きです言わなくていいよね言わなくていいの俺は正直だから。そうね一応ひとみも好きだよ、うん、好きだけど、うん、チョコボールのチョコボールとキャラメルで言えば俺チョコボールが好きだわけ。はひとみはキャラメルみたいな感じじゃん。あそれぞれそうそうそれぞれいい味があるしってこと、ね、ナイスフォロー、うん、いやナイスフォローはどっちも好きでしょどっちも好きでしょどっちかというとか言わずにどっちも好きっていうことはいいんじゃないですか、まあ、チョコとキャラメル一緒に食べるのも美味しいしね。あ一緒に食べるっていうのを人間に例えた場合がちょっとややこしいね。スニッカーズっぽくなるんだよ。わかりますこの感じ。いやスニッカーズはわかるんだけど、うん、いやそれをだからその例えをじゃ元に戻したらややこしいですよね両方可愛いんだよ。え嘘。美味しいんだよ両方。そうなの、うん、いやまあそうですけど写真集も買いましたからね俺ちゃんとね。俺写真集買ったことないな、うん、はなんで？なんでってちょっと理解できないんですけど。なんで自分がこの美しいと思ってる人はお家で見たくないの？じっくりと。いや別に。まじまじと。まじまじと。見たくないの？見たくないの。まあだからそう。あれかもう Google 検索で画像で満足するタイプか。ああ、俺あれですね。好き。まあ昔は言いましたけど、うん、このアイドル好きになって、うん、フォルダに画像あの保存したとかあんまないですね。ないんだ。ないですね。あんまり。じゃあ相当容量余ってるってことか。いやでも画像よりは動画の方がよくないですか。せめて動画保存するタイプ。いやいやもし好きだったらねこの回は。そうなの。誰が興味あるのこの話。ちょっとそうねフリーだけど俺もスクリーンショットのフォルダがやばいことになってますよ。スクショなんだ。スクショやっぱりするし。どっちがいいんですかね。スクショするのかそのまま長押しして、うん、その動画像保存するってやったらどっちの方がいいんですか。画像の方がいいんじゃない。画像の方がいいんですか。元データってことだから。なんか怖くないですか。スクショした方がなんかちょっとしてやった感がない。なんだろう知らないけどどっちも違法な気がする違法ではないでしょ。違法じゃない。違法じゃないんだよ。使用だからいいのか。そうだよ。別にこれを公開するわけでもないし。そうね俺一人で楽しむだけだし仕事でちょっとねなんかはぁっていう時にちょっと仕事中にこの画像をパッて見て。そうなの。そうだよ。そっか。そうする綺麗な女の子を見てよし綺麗だな頑張ろうってなるわけ。ならないの。あります。そういうこと。えそれは全然違う。よく分からんけど。じゃあどうしてるんですか。じゃあ仕事中とかそういう疲れた時とか、うん、ちょっと一息つきたいなって言ったら何。コーヒー飲む。オーナミシーとかコーヒーなのとか。俺なんか疲れてる時ってやっぱ寝ますね、うん、寝ます。寝ますよね。だって疲れてるっていうか。そういう疲れじゃないんじゃない。全然分かってない。気持ちの疲れ。疲れたら逆に分かる。そのいいじゃんその、うん、その我も。ああ。我の我もいいじゃん。我も我も我が我が我がぐもう我が我もね。我が愚足を。そう。我が下僕もね。ああ。下僕が下僕じゃなくなるの。下僕が下僕じゃなくなる。下僕がもう王に向かってちょっと立ち向かうんだ。もういいわ。この話。何の話だ。はい。ということで、あまあそうですね。ということでシュプリームさんじゃないか。ウサンスメルさん。ウサンスメルさんやめたら。ウサンスメルさん。わかりづらいよ。ありがとうございます本当に。ありがとうございました。はい。ということで一番上もお願いします高見。はい。ということで、エビックリ会の破壊王ラジオネームビンゴさんありがとうございます。ポポというわけで本日も始まりましたが、先週のひとみんからのご報告にある意味驚きましたな、うん、でも黒光おじんの文ちゃんみたいにこれ誰だろう話題にならないよりはマシかもしれませんけどね。黒光おじんだ。誰だ誰だ話変わって変わるな。さっきから変わってたよ。だいぶ変わってるよ、うん、最近発音について話題がよくあるのですが、うん、皆さんはダヘヤダヘヤダヘヤ何かの略。スタバ反復横跳びなどはどのように発音してますか。はまたこの他にも発音で話題になったことありますか。いやないけどね。発音で話題ね。ダヘヤって何。ダヘヤってなんだろう。何かの略ですか。わかんない。ザコキャラのあの断末魔のやつじゃない。ダヘヤ。いや北斗のこと。そういう発音だわ。ボヘミアン違う。ダヘヤってなんだろう。ダヘヤ長期になるんですけど、うん、なんだろうね。そして5月8日は黒沢さんのお誕生日でございました。おめでとうございます。おめでとうございます。黒沢和子氏ではありません。もちろん黒沢和子さんでもないです。だからね他局なのよこの番組。俺がしあの調べたやつ。調べた結果黒沢さんがあのレギュラーなんですけど、うん、誰
ということで、ではまた次回まで、バイセッツ。終わらないでね。終わりましたね、いつも通り。うん、反復横跳び、いや、広げないわよね。まあ。反復横跳び。え？頻繁横跳び。ね、いえ。スティービー。ダッ。スティービー。スティービー。いや、もうこれね。スティービーワンダーみたいになってるの。スティービー行こうぜ、今日。スティービーね。ちょっとボヘやってくる？スティービー、スタバンコ。ボヘやってくる？ボヘやってくる？ボヘやる？何？ボヘあるがよくわからないけど。何してくる？何してくる？何してくる？そういえば話全然変わるけど。ちょっと思い出したんだけどさ、はい、俺めっちゃすごい発見したわけ。なんじゃい？ファミリーマートに、はい、あれがあるんですよ。お母さん食堂っていうなんかお母さん食堂がある。わかる？あそこに甘辛ダレで煮込んだあの牛肉の、うん、なんかやつがあるんですよ。しぐれみたいな、うん、牛煮込みみたいな、はいはい、やつを目玉焼き混ぜご飯の上に入れたらめっちゃ美味しい。なんだろう、イメージ的にすき焼きっぽくなりそう、うんうん、そうすき焼き、うん、やばいよ。まずご飯敷き詰めるじゃん、うん、でキャベツを上に置くわけ、はい、で目玉焼きを2つ焼いてその上でもぐちょぐちょ混ぜるわけ、うん、でちょっと醤油垂らしてね、はいはい、でレンジでチンしたこの牛肉のやつ入れて食べるさ、うん、やばい美味しそう。死に美味しい。もう毎日これ食ってるんですよ、うん、ダメですね。でファミマでないってば。バランスバランス全然ない。でもバランス取れてるんですよ。卵もあるしキャベツもあるし、まあ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 、まあ、でももう俺これでいいなと思ってご飯は。ダメですね。あともういらない。いらない。本当に何もいらない。っていうか本当に卵があれば何でもよくないですか、うん、は卵さえあればわかります、うん、家に卵さえあれば、うん、別に卵焼き目玉焼きスクランブルエッグ、うん、これだけでいけない。どうも。いやでもいろんなの食べたいな。そうなの。めんどくさくない？お肉も魚も食べたいですよ。お家で作るの？魚とか作りますよ。俺も絶対嘘だ。じゃあ腹渡っの昨日一昨日町で作ったの言っていいですか、うん、鶏レバーの、うん、あの煮物とか。鶏にレバーないよ。ありますよ。ないだろ。レバーの煮物とか、うん、あのレバー俺レバーが好きなんで、うん、とかエロいな。またそうなんですよ。いやそうなんですよ。なんかそうなんですよ。よく分からんけどエロいの。そうなの。鶏レバーとと卵とかの煮物と、うん、あと圧力鍋タイプだ。圧力鍋持ってないです。持ってないです。欲しいけど、欲しいけど、うん、なんかスーパーで 安物を、うん、あ安くなったり食材とかを使って作るのが好きなんですよ、うん、そうそう。だから作るんだこんな本格的に、うん、作ります。だってもう俺長いですもん。10年ぐらいしてますよ一人暮らし。もうだからって俺作らねえよ。だからでも、うん、作るようになりません。一人暮らしでもバナさんはしてないんですか。一応東京行った時は。マジっすか。ちょっとね。でもそんなに意外にみんな、いや一人暮らしだったら買った方が安いっていうのはありますけど、うん、なんか安いお惣菜とかスーパー行って半額になってるお惣菜とか買うとかなっちゃいがちじゃないですか、うんうん、結局半額になってるから、うん、結局いっぱい買っちゃうんですよ。わ、うん、かります。分かる分かる。半額だからって言って食べれない分まで買っちゃって、うん、で無理して食っちゃってみたいな、うん、半額だからで結局なんかあんまり経済的にはあんまり良くなかったりするんですよ。だからやっぱ、うん、結局作った方がなんだかんだマジか、うん、4食分とかまとめておいっぱいに作って4食分主婦やし。もだから小分けにして、うん、冷凍もしくは冷蔵庫に入れてとかやります。そしたら4食連続同じ食事になる。そういうのをたくさんバリエーション作るってことでしょ。でも俺多分それがいけるんですよ、うん、すごいな。あ、じゃあ1週間カレーでも大丈夫な。全然大丈夫。俺1週間で1日1食カレーでも全然大丈夫です。1日1食カレー。じゃあ1日要3食分1食カレーでも大丈夫です、ね、だから1週間、うん、あ1週間3食カレーはさすがにきついですけど、うんうんうん、別に毎日1日1食カレーでも全然いいですね、うん、俺もいける。俺もいける。全然いける。カレーに関してはもう全然、ね、最高だよ。みんないけるって話。俺の友達のお母さんが作ってたカレーはもううんこなんですよ。うんこだったんじゃない。本当にうんこと思うぐらい、うん、最初友達の家でみんなゲームしてて、うん、なんかくっさってみんな言い出してから、トイレ掃除でもしてんのかなってパッて見たらお母さんがカレー作ってるわけ。クソだろみたいな。その友達はカレー作ってるって分かるから何も言わなかったんだ。本当にうんこ。こんなこと言いたくないけど。ああひねり出したんですか。そう、うんこ作ってたお母さんが。あ、回したんじゃなくてひねり出したうんこをねじってたんですか。本当にトラウマだからこれが。びっくりした俺。食べたんすか。食べないよ。拒否ったわ全力で。帰ろう帰ろうってなりました。もうなんかもういいやってなって、ご飯敷き詰めたぐらいでさらに。あーこれ帰ろう帰ろうってもう漂ってきて食べるみたいな雰囲気になってきた瞬間もうみんな帰ろう帰ろうみたいな。食ってらんねえよみたいな。で多分その本人は気づいてないけども周りからもうあいつの家のカレーはうんこだっていう話はもう俺が広めた。ひどいね。ひどいよね。これは先広めたいと思って。ひどいよね。ごめんね謝っとくさ今のうち。
バレたかなその人ね。あ、シュプリムさん、なんだっけ、高見の得意料理、洋梨プリンだっけ。違うわ。ああ、一回作ったね。作ったゼリーね、あれ。すごい、本当に高見、こんな料理できると思わなかったわ。女子力高い。一日一回、高翔抱くの全然平気で。全然平気です、本当に。みんな平気じゃない、みんな平気よ。でも、高翔さん、ちょっとやっぱあれなんですよね。でかいんですよね。うん、俺、でも朝昼晩抱けないな。一日一回でいい、体力的に。朝かじゃあ。どっちかさ、来てもすぐ行っちゃうタイプ。でも朝仕事ってだからやっぱ時間の余裕持ちたいですよね、うん、これ考えて仕事って考えたくないから、うん、仕事あるからっていうのを考えたくないからやっぱ夜じゃないですか。夜そこまでストイックじゃないんだ、ちょっとショックだな。いや、まあ、1回だったらですよ、1日1回それかお昼にちょっと昼休憩で抜けて、いやだー、行ってみたいな。もういやー、昼食べに行ったはずなのにめっちゃ腹空いて帰ってくるみたいな。職場だってこと。職場ちゃうわ、お家よ。お家まで行くんかい、1時間の休みで休憩。でもなんかちょっとスリルありない？ありないって。別に家行ってるからね。スリルはないけど、ね。スリルあるない？あるないね。あるない。あるないね。うん。なんか俺すごい衝撃的だな、高見がこんな料理できるって。え、思ってるほど本格的じゃないですよ。うん、なんかよくありがちな。好感度上げようとしてんの？上がらないでしょ。上がってるでしょ。上がるよ、爆上げだよ。もう女子はもうキュンキュンしてるよ、うん、もう。いやいやいや、いや絶対いますって、一人暮らしで作り置きしてるの。だからだってね、カレーとかも作り置きとかをしたことないな。アイスクリームしか入ってないよ、冷蔵庫に。マジっすか。アイスクリームとビックリマン、子供子供だな、本当に。あとうまかっちゃん、うまかっちゃんとベビースターとコーラいらないな、そんなに。と卵はほんと常備してる、うん、卵と食パンと、うん、ハムとチーズは絶対いい。ああ、サンドイッチみたいな、ね、うん、サンドイッチしか作らない。へえ、超早いじゃん。だって10分以内にできて、お皿も1枚で済むでしょ。うんうん、マヨネーズも塗らないよ俺。そう、ケチャッププッってやって終わり。まあまあいいですけどね。でもマヨネーズが欲しい今日この頃です。買えば。エゴね、エゴ買った買って。あのね、瓶の、瓶のやつだ、アメリカの。やっぱあれがないとちょっとね。あれわかるわ、家にあるわ、実家に。自分で買わないけど、お母さんが買ってる。高いですよね、また一人暮らしでなったらマヨネーズ。お母さんコメントとかしないの。うん、教えてない、アカウント怖いから。もうアカウントでお母さんのコメントゼロになったら怖いからやめます。全部読むよ俺ちゃんと。多分ね、俺思ってるんですよ、高橋とか意味分かってないと思ってるんですよ。だからこのことはもうよく分かってないから、うん、何のことだろうと思う。高橋さんやめろー。じゃあお母さん聞いてると思うんですけど、ダメダメダメ。もしちゃんとあの息子さんに伝えたいこととかがあったら、あのコメントの方お願いします、はい、俺以内にしてね、せめて 100% 拾って拾わないでね。じゃあ LINE したら読まないじゃん。読まないよ、俺は読むけど心で。あ、やめてって心ではって。これ以上言わないでってなりますけど、はい、いいな、なんかもっと高見のことが知りたいな。いや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 、ね、3週間いなかったから多分もうみんな分からないわけ、高見が誰か。いや分かるでしょ。俺2、3年やってるよ。高見のその情報とかをもっと出していきたいなって思ってる。でも一番ミステリアスなのは俺とかじゃないでしょ、多分サンチェスさんとかバナさんとか。違うんじゃない、ヒトミンとかじゃない。あとここでラジオ聞いてる人は多分ヒトミンのことは皆さん一番知りたいと思うんで、うん、全然この男3人のプライベート聞いても何の話になりますか、うん、何か知りたいことあります。逆に何かあります。え、何かこういうこと知りたい。だってこのなんか男3人で今さらだって第1回から3人で喋ってるから、今さら感がもうすごいじゃないですか、うん、でなんか思うのが、うん、この距離感だからいいんじゃないですか、うん、3人とも、うん、あんまり深くまで会ってないじゃないけど、ね、本当に多分みんな1枚は AT フィールド貼られてるんですよ、それぞれ心の壁が、うん、ああ言ってないこといっぱいあります。それいや俺もいっぱいあるよ、うん、なんだろう、本当にいっぱいありますけど、ちょっと打ち解けるか。じゃあ、いやラジオで打ち解けたくないな。ラジオで話せるネタじゃない。ラジオじゃなくてせめてやっぱ飲み会とかでやりましょうよ。せめて、ね、あ、なんか与那国ではもうすごい名の知れた。与那国じゃないね、高峰だね。高峰じゃない、久米島だね。高峰と名字、俺の名字ちゃったよ。どこだった、与那高峰で、あ、高峰だ、久米島。あ、久米島か。与那原、久米島ではもうすげえ悪とか。いや、そしたら悪じゃないでしょ、どう見ても。どう見ても悪じゃん。高峰って言った瞬間もみんな、あーあのみたいな。じゃあ一つずつ一個ずつ自慢できること言いましょう。自慢できること、なんか一つ自慢できること、例えばなんか、じゃあ俺めったくって言わなくて、めったく、俺全く関係ないんですけど、うん、あの沖縄のお笑い芸人の人で、うん、あの FEC のドラゴンエマニュエルって言うんですよ、はいはい、が大好きです。俺同じ久米島出身で、うん、だ学校も一緒で、うん、で部活の年も一個下なんで俺の、うん、自分のだから直属の後輩だったんです、部活の、うん、そう、それで初めて会った。だからその時にめちゃくちゃ売れたんですよ、うん、あの売れたっていうか、
あのブレイク、そうなんです、O-1 グランプリ最初携帯で投票だったの覚えてます？知らない、だったね、だったね、めちゃくちゃ久米島もうすごかったんですよ、うん、へ、だから面白かったんですけど、全島民がアクセスしてるみたいな、そうくらいだから、そうだから実は一個下で同じ同郷ですよっていう自慢じゃないですけど、その時全部電波弾け飛んだんでしょ、そう久米島、久米島のもうアクセスしすぎ、狭いからパーンって Wi-Fi とかあるんだよね、一応今はあるんじゃないですか、昔はなかったでしょ、昔ないですね多分ね、なんか自慢できることあるかな、人見知りはしないですね全く、そこいいな、羨ましい、全くしないですね、めっちゃする俺で、急にあのポッて行った、例えばゲート通りとか行って、うん、みんなどんちゃん騒いでなんかアコーディオンとか鳴らしてる集団がいるとしても一緒に入れる、うん、マジっすか、全然ちょっとアコーディオン貸してって言えるし、なんでよ弾けないけど貸してまで行くの貸してまで行けるよ、マジか、昔からですよね俺全然人見知りしなくて、うん、あそれはいいなと思いますね、そうね、どこ行ってもやっていける環境適応能力が素晴らしいです、ね、あで悪く言えば悪い環境でもなんか順応しようとするから、なるほど、そこからなかなか抜けきれないっていうのはあるんですよね、うんうん、まあ、どこでもできる分、そう、なるほどね、うん、だから転職したいんですよ、あのどっかいいところなんか紹介してくれませんかね、転職したいです、転職したいです、誰か僕雇ってくれませんか高見、でもサンチェスさん本当になんかもっと表に出る仕事しても良さそうですけどね、そうだね、俺的に思うんですよね、向いてると思う、うん、向いてるんじゃないかな、でも俺笑顔もできないし、ん、笑顔とかできないよ、おうおうおう、表に出る仕事ってどういう仕事、別にラジオの DJ とかでもいいじゃないですか、うん、別に、おー、なんかあるかな、何か作りたいね、一応なんかね、うん、こうこっちは作りたいなと思いますけど、うんうん、もう自分とかも確実に出る側じゃないなってもう最近分かってきたんで、そう制作側でやりたいですね、なんかうまくないですね、うまくない、全然トークがうまくないので、そうかじゃなくて、なんか自分が考えてることが 100% だとすると、うん、確実に半分ぐらいしかうまく喋れてないそれ。なんかよくありません、うん、ちゃんと伝わってない、めっちゃ自分面白いなと思ってることを喋ってみたら全然つまらなかったとか、面白く伝わらなかったってこととかってあるじゃないですか、そしたらもう殴った方がいいよ、それだからそこで そこで手出した方がいいよ、そうそう、でも50点ぐらいのネタを 100% に、うん、100点にできる人はいるじゃないですか、逆に逆が、うん、自分のネタ、あの喋ったネタをもっとおかしく喋れる人いるじゃないですか、うん、だからそういう人を見ちゃうと、なるほど、そういうのじゃないなっていうのはやっぱ分かるじゃないですか、うん、もうメディアにももう 2年以上いるんで、うん、ラジオもいたらやっぱり 40% 作っちゃえばいいんだよ、だからラジオでは向いてないなと思ったんですよ、そうかな、生放送向いてないな、だからちゃんとネタ帳っていうか、こう喋ろうって書いてそのまま呼ぶのはできますよ、うん、でもすごい勉強家ですよね、いやいや、こういうのはいらないんですけどこの番組だから、そうそう、サンチェスさんとかがやる番組を自分がこうなんか作家として考えるのすごいやりたいですけど、うん、あ、やってほしい、面白いこと一緒に考えたりするのをやりたいなと思いますけど、塗ればありでね、そうそう、塗れば、うん、塗ればね、AV 男優の監督としてねやりたいですけど、銀の太郎さんがバスケット選手って、ん、バスケット選手、あ、これサンチェじゃない、俺バスケ全くできないんですよ、そうなの、めっちゃできそうですね、ね、俺ゴール下にいる人ですよ、身長が高いから、あの、シュッて入れる人だけ、あ、サッカーもゴール前に人だ、サッカーのあの体育の時間とかも、そうそうそう、ね、うん、走ってやるのめんどくさいから、美味しいとこだけやりたいから、シュートだけで自分の相手にボール渡ったら、うん、そうそう、もう全然走らない、その辺でずっと待機、また待機、石投げて遠くからずっと、なんでだよ、石当たれって思いながら投げて、帰れ帰れ当たったらその人はもう出れないさ、痛くて、うん、一人欠場させるために俺は遠くから支援してる感じ、スナイパーみたいな感じ、微妙にリアルタイム、うん、軍人で言えばね、あ、後ろからちゃんとバックアップしてるよって、うん、で近く来たらハンドガンでポンみたいな、あ、そんなタイプでサッカーはサッカーは違うわなんでかな、俺たち地元ではこんなだったわけ、おかしいね、石川、おかしいね、石川ではおかしいよ、でみんな棒持ったり、うんうん、砂を、ね、ポケットの中に入れたりとか、うん、そういうことをサッカーしてたんで、もともとね球技サッカーとかってもともと一つだったみたいな、うん、どういうことですか、サッカーからラグビーとか分かれてるか、フットボールとかから、そうそうそう、手でも持っていいし足で蹴ってもいいみたいな、うん、だってなんかバレーボールとかも元はテニスですからね、うん、テニスを要はちょっと、もっと手軽にみたいな感じから、卓球じゃなくて、卓球、あ、テニスから卓球じゃないの、まあそれは分かんないですけど、うん、
バレーボールは元テニスを元にしてるっていうのは最近知りました番組で、うん、へえそうなんだ。だから石川から新しいスポーツが生まれるかもしれない。生まれるかもしれないよ、うん、本当に。今はうるま市はもう確実にもうワイドをしてください。ワイド、ああそうだね、ワイド、まあ、もう RBC でやってますからワイド、ワイドね、いや素晴らしいですよ。できれば参加したかったな、制作ね、石川、ね、せっかく石川にいるのに ね、こんな家現場から一番近いスタッフいないっすよ、うん、呼んでくれたら ね、普通にやって募集してたと思いますよエキストラ俺全然知らなくて、いや出ててでしょ、やりたかった。本当にドラマ制作一番楽しいから ね、俺今までやった仕事一番楽しかったっす。こんな楽しい仕事ねえなと思って最高だったよ。自分たちで作ったものが作品になるような感じ、わ、うんうん、かるわかる。そう、それもなんか最初の頃は、うん、3人でやって最初やってた頃は、うん、全然ミキサーとかも興味ないって言ってたんですよ俺、うん、言ったんですけど、やっぱりもう2年3年やってると、うん、やっぱりもし自分の番組やるんだったら、うん、ジングルも作りたいし、うん、とか構成もやりたいってやっぱりなりますね、うん、ね、なるなる。なんかまたやりたいっていうやつがあったんじゃない。まあね、あ、まあいろいろやりたいなと思いますけど、すごいいろんな、ね、アイディア豊富で高見は、うん、あ、収録ね、またちょっとね、みんな休みがちの時もあるんで、また収録ね、うん、した時にまたこういう面白いことやりたいなとかね、いろいろ考えながらね、やりたいなと思いますけど、うん、収録も1本ぐらい撮りたいね、うん、そうやりたいこといっぱいあるんです収録の時に、ね、うん、収録でしかできないことはね、そうそう、収録の、まあでも生放送でもやってもいいネタとかいっぱいありますよ。だからさ、うん、まあ、ちょっと話す、ラジオ始まる前の打ち合わせで、うん、サンチェさんの喋ってることとかもね、別に生放送でもやっていいやつ、うん、でも4人がいる時にやりたいんですよ、うん、そうだね、そう収録はちょっと安心感がありますよね。そう、でもやっぱり、うん、リスナーの方もいるんで、メールとかもやっぱり来るんで、うん、それはもうやっぱ収録で、うんうん、ね、うん、こう落ち着いて1時間やりたいなってこと、それは寂しいな、リスナーさんとね、うん、そうだね、うん、本当はただやりながらその、うん、リアクションとかも見たいんですけどね、うん、だからその日だけ週に1回はなんか、ただ月に1回ぐらいちょっと企画ものやる日とか決めて、うんうん、やろうやろう、それをなんかやるとかね、うん、したいなと思いますね、うん、はい、ということで一旦ですね、はい、最後の CM 行きたいと思います。はい、いやー、やりたい、だから生放送向けのやりたいですよ、なんか、うん、だからちょっとね、面白い企画やりたいな、うん、生放送口が滑ったら終わりですからねちょっとヒヤヒヤしてるんですよね、いつも、うん、そう、怖いんだよ、もし何かあったらね、そう、そうですよ。まあ、ハッチアットホーミー、ツーさん、お、ハッチアットホーミーさん、いやー、ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。電気が暗いということはもうご存知ですよね。はい花がないんです。はい、光がないんですよ、今日は。もっと面白いこと喋りたかったな。せっかくあれだけど。まあフリーだが俺別にいいと思うけどな。だってフリーだもん。フリーだもん。選びましょう。そうだね。うん、今日の。たくみ選んでください。やっぱ誕生日じゃないですか。シュートさん。そうしましょうか。今日誕生日です。あ、今日じゃないか。昨日か。昨日。たくみ誕生日いつ？8月です。お？マジ？はい。8月何日？5秒。2日です。4。13日。3。2。79.7 メガヘルツでお送りしております AVIC の AVIC ラジオということで、本日もエンディングのお時間が来てしまいました。皆さん、メッセージたくさんありがとうございました。ありがとうございます。この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで、小回りの効く映像プロダクション、有限会社 AVIC、 固く解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りしました。はい、さあ今週最も面白かったリスナーさんに送るびっくり賞の発表となっております。今週のびっくり賞はドゥクドゥクドゥンドゥンドゥン、シュプリームさんです。おめでとうございます。ということで、昨日誕生日ということで、おめでとうございます。ということで、シュプリームさん去年だよ、誕生日。そうだよ。あ、シュプリームじゃない、シュートさん。シュートさんだごめんなさい、そうだ、去年誕生日でいただけるって、いやすごいよね。危ない危ない、すいません、シュートさんでした。あ、すいませんでした、はい、シュートさん、シュートさん、はい、シュプリームさん去年だったからね。そうそうだ、すいません、なんか、はい、もう本当に連絡先を、ね、はい、メールに記入してお願いします、はい、ということで、ですね、プレゼントをお送りしたいと思いますので、もしよろしければ avi@fmgino.com にですね、住所、お名前、連絡先を送ってください、はい、よろしくお願いいたします。シュートさんに送るガチャを回したいと思います。はい、硬いね、相方、出ましたよ。あ、ちょっと、うん、今日は何が出たんでしょうか。お、サンチェスシールが出ました。お、はい、サンチェスシールを送りますので、
avic@fmgirman.com までご住所を記載お願いいたします。これ当たったの言うのね。言うよ。そうね、はい、何が当たったか言っちゃうんです。はい、ということで、はい、今週の視聴者プレゼントはビデオダビング AVIC から AVIC 商品券1000円分を3名様にお送りいたします。プレゼント希望の方は avic@fmgino1.com にお名前、住所、プレゼント希望と書いて送ってください、うん、そして次回のテーマのお時間です。やっぱりラッパリカモン。おーい、久しぶり、元気でしたか。まあまあ、だいぶなんかここ 2,3 週間忘れされてたけどね。やっぱりラッパリでございます。ということでね、はい、あれ今日もひとみんがいないのね。今日はだよ、今日はか、うん、そうか、みんな揃ってないんだね。ラッパリもいなかったからね、3週間ぐらい、うん、そうよそうよ、倉庫にいたよね、ずっと。そうですよ、倉庫にね、いたんですけどね。シュプリームさん、誕生日&びっくりショーおめでとうございますって。うーん、そうね、シュプリームさん間違ってごめんね。ごめんね、ごめんね。すごいな、去年だともうみんなもらえるよ。このラジオみんなプレゼントもらえるよ。うるせえ、てめえ誰だ。来週のテーマ何ですか。あ、ということでちょっと弾いてもらっていいですか。弾いていいですか。せい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 のべら。青い人参が出たということは、はい、来週のテーマ、世にも奇妙な物語です。世に奇だね、みんな世に奇を送ってね。なんで世に奇。しくよろ、明けおめことよろ。大丈夫か今日の。やっぱり大丈夫ですね。あ、大丈夫だった。びっくりしてました、ね、あれ、世にも奇妙な物語、ユニキね。何か不思議な話とかね。不思議な経験とか体験を、はい、メールで送ってきてください、はい、これね、うん、みんなね、気持ち悪い感じで終わりたいね、1時間、ね、何この話っていう、なんだろうと、もやもやする感じで終わりたい。何これっていう話で終わりたいね、うん、なんか仕込んどくか、ひとみんのうちに。怖怖。そういえば自分の家でこういうことがあったんですみたいな。ネタバラシできるかな、号泣されたら困るけど。ドアノブに大量のわかめとかね。めっちゃ怖怖怖くない。ラーメンいっぱい作るさ。取れたてだよ。取れたて。ぬるぬるだよ、もう増える増える。ぬるぬるんだよ、もうドアノブが。俺はやらないよ。取れたてのわかめ大変そうだから。レキエバイチョ、ね、那覇だから、南部の方だから、怖、よろしくお願いしたいんですけど、さすがにうるま市から遠いんですよね、わかめ仕込むのは。いや、やらなければさすがにね。そうなんですよ、大悟さん忘れてるんですよ、倉庫に、うん、生首をね。早いな、バイセツって終わらないでね。はい、銀の太郎さん。ということで、あ、ということで、お送りしたのは、バート、高見と、サンチェスでした。バイバイ。バイ。最後やばい。最後やばいな、畳掛けがやばいね。お疲れ様でした。すいません、ありがとうございました。もうすぐバイバイって言っちゃうからね。よろしくお願いしました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。